東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？ザスパクサツ群馬がホーム開幕戦でFC 岐阜に 4-0 で快勝し、4年ぶりの開幕戦勝利を飾った。4得点の圧勝で第1節終了時点ながら単独首位に。昨季は42試合を戦って1試合3得点以上の試合がなかったが、新加入選手3人でクラブとして3シーズンぶりとなる1試合4ゴールを記録。最高の形で新シーズンのスタートを切った。群馬は前半11分。ミッドフィルダー瀬川祐介のミニコーナーキックにディフェンダー坪内修介が頭で合わせ先制点。磐田から完全移籍で加入した前橋育英高出身の新キャプテンがいきなりの移籍後初ゴールでリードを奪った。同34分には熊本から加入のミッドフィルダー時は聡が PK で追加点。新戦力の活躍で前半を 2-0 で折り返した。先制点をアシストした瀬川は明治大から今季新加入したルーキー。後半15分にはミッドフィルダー高橋俊太の左クロスを左足で流し込みデビュー弾となるプロ初ゴールを奪った。さらに後半38分、フォワード込田洋介のポストプレーから瀬川が抜け出しゴールキーパーとの1対1から冷静に右足で追加点。 J デビュー戦の大卒ルーキーが2ゴール1アシストと大暴れした。コーナーキックから先制点を決めた坪内は試合後のインタビューで、瀬川くんからいいボールが来たのでありがとうございますとアシストの瀬川に感謝。今日と明日はしっかり喜んでまた気を引き締めたい。これに満足したらダメなので次の金沢戦もしっかり勝てるように準備したいとキャプテンらしく手綱を締めることも忘れなかった。